皆さんこんにちは、遠藤瑠香です。遠藤瑠香のルカチューブ始まります。今日は鬼滅の刃ウエハースを開けていきたいと思います。私は義勇さんを推しているのですが、なんとこの全34種プラス1、つまりシークレット含めて35種になるんですけど、そのシークレットにも義勇さんがいるみたいな噂を聞きまして、これはもう欲しいじゃないですか。義勇さん狙いで私は行きたいので、今回はこの鬼滅の刃ウエハース20個開封していきたいと思います。1つ目、なるほど、こうなっているのか。あ、いるぞ。いいかな、いきます。2つ目、ダーン。これ、おー、鬼滅の刃だ。裏にもいるんですよ、ちゃんと書かれております。2つ目、何が出るかな、何が出るかな。開けていきます。せーの、じゃん。お、じゃない、これ。だって炭治郎と義勇さんがいる。え、そうだよね、合ってるよね、これ。え、合ってるよね、合ってる、合ってるよね。多分これシークレットですよ。だってピンペカピンですもん、キラキラしてる。え、最初から出ちゃった。えー、やったー、炭治郎と義勇さんです。残りは開けた状態でカードを見せていくシステムにしたいと思います。このままザザザザザッとカードを開封していきたいと思います。3つ目、でん、パンチロー、パンチロー。4つ目、でん、お、3人いるぞ。善逸、伊之助、パンチロー。イノスケ、これもうイノシシかぶってないじゃないですかね。5つ目、ダン、あ、キユーさん、キユーさんだ、嬉しい。6個目、ダン、あ、シノブさんもいる、キユーさんもいる、タンジロンもいる、あ、いいですね。7個目、もしや、あ、ネズコと炭治郎だ。8個目、でん、お、伊之助と炭治郎だ。これ裏にね、善逸さんがいるんですよ、さりげなく。そうだからね、ちょっと最初何が出たのかちょっとハテナが分かんないんですけど、これ裏と表でそのアニメの感じでいい感じで出来上がってるってことですね。一生懸命頑張ってます。9個目、でん、お、サビトと炭治郎、今日こそ勝つ。いや、これ岩切るって本当に私すごいなって思っちゃった。普通にいいシーン、とってもいいシーン。10個目、ドゥルドゥー、バズった。次だ、次だ、折り返してまいりました。次、11個目、開けたいと思います。オープン、ダン、義勇さんではないでしょうか。すごい顔してますよ。12個目、ダン、あ、またギーヌさん。
ちょっと待って、義勇さん多くないですか？嬉しいよ、私は嬉しいですよ。この裏にもね、しのぶさんがさりげなくいるんですよ。いいですよいいですよ、順調に来てますよ。私の推しは順調に出てまいってまいりました。言えてない、出てますよ、言えてない、また出てますよ、いいですよ。13個目オープン。でん、お、ねずこ、ねずこだー、ねずこだよ、頑張れねずこ。14個目でん、お、るい、るいだ、ルイと炭治郎ですね。迫力やばかったですね、ここの回。本当にルイの孤独な感じも私は個人的に好きでした。15個目オープン。あ、秘密ジムさんが出てきた。でも違う種類だ、かぶってないから大丈夫だ。あー、よかった、またかぶったかと思いました。残り5個になりました、何が出るか楽しみです。全35種カッコシークレット含んでいます。なのでまだ出てないカードもありますので、何が出るか楽しみです。では残り5個開けていきたいと思います。16個目ドゥン、お、炭治郎だ、炭治郎です。絵の神様になりきるんだ、いいですね。17個目ドゥン、お、おお、いいですね、いいメンツが揃って。18個目でん、お、たまよさんのゆしろだ、ゆしろの焼き餅がさ、すごくさ、かわいいですよね。私見てて毎回思うんですよ、かわいいな。たまよさんに先ずっきに行ったねずことか、うん、焼き餅かわいいって思います。2個となります。残りの2個か、何が出るかな、楽しみですね。19個目オープン。お、善逸、おー、これ最初のやつですね、いいですね。知らぬ間に呼吸出してもいいですね。ラスト1個となりました、ラスト1個は何が出るかな、ラスト、ドゥン、鬼殺隊、おー、よくないですか、これラストにある意味ふさわしい感じだと個人的には思っております。 いい感じのメンツが裏に書かれているし、35種類中19種出ました。35種で19種はだいぶで、しかも20個開けてるのに19種ってすごくないですか。しかもシークレット引いてるんですよ、めちゃめちゃすごい。いや、ほんとこれやってよかったです、ほんとに。シークレット出て羨ましいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、遠藤るかでした。バイバーイ。シークレット。